願いします。 I see your face before me はもうそこに相手がいないのにもうそこに見えてくるぐらいもうなんかすごい好きみたいな感じのことを歌った曲で、もう目を閉じてもう夢を見ている時もあなたが浮かんできますということを歌った曲です。お聴きください。You.
I see your face before me でした。クリスマスでなんかこうロマンチックな感じの曲でちょっと選んだんですけど、次はちょっと変わってシュガーブルースという曲を歌いたいと思います。この曲は多分ちょっとわからないですけど、今日の曲目の中では一番古い歌なのかなと思うんですけど、1919年の曲で、こう、なんでしょうね、20年代の狂乱の時代に向けて、ちょっと、あ、なんでしょうね、明るめかよくわかんないんですけど、ちょっと怪しげな雰囲気も持ちつつも、曲の歌詞の内容は、まあ、シュガーブルースで、まあ、聞いたこともないような甘い歌聞かせてやるわよみたいなそんな感じの曲なんですけど、相手はちょっとなんかサワーというかそっぽ向いちゃってるような感じで、この曲をなんかこう聞いてほしいのになみたいな感じの曲です、曲だと思います。また最後の曲は戻してというか伴奏なしで、なんで、ね、はいね、はい、シュガーブルースの復活の話があったんですよ。何でしたっけ。彼女が、マリリン・モンローが大好きだった。あ、そうです、私はマリリン・モンローというかその時代の映画とかがすごい好きで、でなんかそういうところからこの教室に入ったみたいなところもあるんですよね。
こう50年代風のこうなんかあの時代の映画ってなんかこう映画の中で歌を歌うシーンがあったりとかミュージカル調というかそういうのがすごい多くてあいいなと思ってこう検索したらですねここがヒットしたというそんなこんなで2年間ぐらい通わせていただいててというのがあって今のシュガーブルースはマリリン・モンローさんの、お熱いのがお好きっていう映画があるんですけどあれがた20年代の初頭が舞台になってるんですけどその中でちょっと彼女が歌ってるわけじゃないんですけどこうバックで流れていてなんかそんなところからこう知った曲でありました。でこう楽譜をこう先生と見るじゃないですか次の曲何しようかその時にたまたま目にしてしまってこれをお願いしますという感じで即断即決した曲でした。次の Embraceable You という曲はこれはマリリンさんじゃなくてジュディ・ガーランドさんとかいろんな方が映画でこう歌ってる曲なんですけど歌詞の内容は抱きしめたくなるあなたというような内容です。もうあなたのすべてのもう好きで抱きしめたいわみたいな感じの曲を感じのことを歌ってます。Embrace me, my sweet and
come to